皆さんこんにちは。伊豆いちえこです。よろしくお願いいたします。さて、今日は昨日1月31日17時に決算を発表されましたホンダ通信工業株式会社の代表取締役社長でいらっしゃいます橋尾金次様にお越しいただきました。橋尾社長どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。 今回後決算と言える内容だったと思うんですが、この決算について今日は加藤社長にしっかりと伺ってまいりたいと思います。まず加藤社長、今回の決算を受けて率直なご感想というのはいかがでしたでしょうか。はい、えーとですね、今回の決算を受けてですね、えー、我々投資者としては、えー、今までこうまあ高水準な受注をいただいておりましたけれども、ちょっと生産の対応が遅れてまして。 今回やっと21年の産休として、えー、生産を拡大することができまして、えー、その繁栄として今回の好成績になったというふうに感じておりますありがとうございます後ほど詳しく伺ってまいりますが<っ>まずホンダ通信工業ってどういう企業なのという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので簡単にご説明をさせていただきたいと思います。 銘柄コードは6826東証一部に上場されていらっしゃいますまずでは鹿昌社長ホンダ通信工業株式会社がどんな企業なのか簡単に教えていただけますかはい、えー、当社はですね1932年、えー、精密ネジの加工業として創業しました、えー、その後ですね加工技術をその加工技術を生かしながらですねプラグジャックという金属部品を、えー、製造しまして現在はですね 電子部品のコネクタを製造・販売しているメーカーカでござまた、供給している分野としましてはですね、FA、ファクトリーオートメーションですね、工作機械、通信インフラ、最近では車載用カメラ、デジタルカメラなどにさせていただいており、基本戦略としてはですね、ニッチな分野で一等賞を取ると。 いうことと、セグメンツナンバーワンになるということで、現在の経営計画としては、ですねソサイティー5.0でつなぐ市場に新商品をスピーディーに創出しながら、2025年までに売上200億円、あとは営業利益率8%を目指している会社でございますありがとうございます。 創業九十周年ということで、長く日本と共に歩んできた日本の技術力みたいな企業というふうに思ってよろしいでしょうか。はい、はい、よろしいかと思います。ありがとうございます。成長性については後ほど伺ってまいりますのでよろしくお願いいたします。はい、では決算短信を見ながら今朝について伺っていきたいと思うんですけれども、まず今回の増収の背景について教えていただきたいんですが、先ほど簡単に、はい。 ちょい出ししていただいたと思うんですけれども、詳しく伺いいますかはいえー、今回はですね、われわれ FA 分野、通信分野、車、ま、載、あ、分野に、えー、製品を、商品を供給させていただいてるんですけれども、えー、特にですね FA 分野ですね、うん、FA なんですけれども、交際機械、えー、アメリカ、えー、中国、えー各、各国のですね設備投資が旺盛でございまして、まあ、その結果、このような好結果が出たと。 ということと、あと通信インフラですけれども、えー、当社として、これ、ファイバー・ツーザ・ホームと言い,いまして、はいえー、自宅の中に光通信を入れ込むと、えー、多分皆さん、今、ネット通信、ネット配信などでですね、動画を拝見してると思いますけれども、まあ、そこの分野の光のコネクターがとても調子がよくてですね、 まあアメリカも FTTH 向けのコネクターも絶好調でございましてまあそこが伸び,伸びましたというところとあとはですねえ医療関係もですねえ我々 SD ソケットカード SD カードソケットっていうのを供給してますそこの医療関係のえいわゆる無呼吸症候群に使う装置なんですけどまあそのえアプリケーションにえ我々の コネクタまあカードソケットが、えー、採用されてましてそこが伸びたというところでまあ通信、FA まあ医療関係などで高高成績を得たなというところでございますね。じゃその三分野で主に高成績だったことが寄与しているということでしょうかね。ありがとうございます。また業績予想を見てみますと通期の経常損経常損益 が前回予想から情報修正されているようなんですが、それもその3分野の成長というのが続いていく見通しということですか。はい、そうですね、まあ、そことですね、あと車載ですね、はいえー、車載用カメラのコネクターというのを我々当社としては供給させていただいているんですけども、えー、今期はですね、いろいろ半導体不足の関係上、ちょっと低迷したと、減産に入ってますと。今、うん、今回4今度のですね4級 からですねまあ、徐々に増えてくるのかなということを見込んでおります。また2022年度は、車、え、載、ー、メーカー、OEM メーカーさんですね、もう要は挽回するということも踏まえて、そこの先のフォーキャストも増えているということから、車、ま、載、あ、も増えるというところで、2022年度はもう調子がいいのかなというふうに思っています。なんか希望のある これから御社をウォッチしていきたいなみたいなお話いただきましたがあのサプライチェーンのことが気になっているという方もいらっしゃると思うんですけれども半導体ということで材料不足の影響ですとか、はい、あとはまあ利益面というところで物流もこう費用が増えていると思いますし部材の価格というのも高騰している部分があると思うんですけれどもそういったところに対する課題とか対策とかはあったりするんでしょうか。 ははい課題はたくさんありますねまずはお客様の方ですけども、まあ、先ほどもご説明しましたけど、はい、半導体不足というところもございます。で、当社としては、ですねこれまた材料不足というところがございまして、うん、当社として使用している材料としては、金属部品、金属材料と、樹脂材料がございますけども、ここがですねまだ入手困難な状況でございます。 でこれをですね、入試困難な中供、えー、供給してもらって生産するんですけども、そこもですね、お客さんの納期に間に合わせるために、要は深夜まで生産してですね、その後航空便とかで、えー、発送しながら間に合わせてると,いうところ。企業の力ですね。はい、えー、えー、まあ生産するに対してもコストがかかってます。うん、あと要は運送するにタブ。 対しててもです、ねまあ、コストがかかっているというとうころでここをです、ね、どういうふうに要は改善するかというところでございますけどもやはり部品の生産を上げてです、ね、在庫を増やしながら要は今エア便で供給させていただいているんですけどもここを船便に変えていくというところで今一生懸命取り組んでおります。車載の方はです、ねまあ、そこが終わりまして えー、あとは通信用工作機械用のコネクターの部品などを今そこに手をつけてるというところでございますではこれからコストも減ってくるみたいなイメージで言ってよろしいですかコストを減らせないといけないんです <laughs> 減らさないといけないそうですねそこは手を打つくというところでございますありがとうございますでは最後に御社の成長性について伺いたいんですがどういうところを見てほしいなど加賞社長ありますでしょうか 我々当社としては、ですね、まあ、車載用のカメラコネクタっていうのは、えー、シェア率、まあ、結構取っておりまして、ですね、まあ、そこの車載用カメラコネクタの部品、商品が増えていくというところと、新しいお客様に参入していますというところで、2022年度はまあ数量が、えー、まあだいぶ増えてくると思いますけれども、そこが成長するかなと。 いうところとあとあはでですすねね通信インフラ関係です、ね、これから要は光コネクタ今電気のコネクタを使用しているんですけどもこれからはですねもっとスピードを上げて信号を流さなくちゃいけないということもございまして我々の光のコネクタがこれが役に立つのかなというところでここの成長性は見込んでおりますありがとうございます。 このお話を伺って、ホンナ通信工業様にご興味を持たれた方いらっしゃると思いますので、ぜひホームページや今回の決算短信などをご自身の目でご覧いただければと思います。自体から見ることができますので、ぜひご覧ください。それでは、課長社長、本当にお忙しい中お時間いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。